井上さとみさん、こんにちは。先日は10月28日、日本は保健福祉祭りで、久しぶりに再会をしました。その時に井上さんの話をしましたが、私は昨年の4月に日本に戻ってきて、三原発グローバル産業という私のプロジェクトを推進しております。その過程で三原市役所の皆さん、学校関係者の皆様と一緒に話をお伺いをして、三原の現状を調査してまいりました。私の活動は、すべての人が幸せであり続ける地球を実現するという8歳の時の人生の目標を達成するためのプロジェクトとなっております。そういう観点から、28日の日にお話をしました。来年の5月、締結が期限予定となっているパンデミック条約と国際保健規則の改正ですね。この条約改正につきましては、基本的に人権が損なわれるのではないかということを私自身が危惧しております。いずれにしても、こういうことを国民が知らないまま締結されるということは、ぜひ避けていきたいというふうに考えております。三原でもですね、COVID-19 以降、さまざまな状況が変化してきていると思います。人類史と世界の仕組みを理解して、これからの未来を一緒に作っていきましょう。それでは、新年の同窓会でお会いできることを楽しみにしております。失礼いたします。